小松正夫は、日本のコメディアン、タレント、俳優、声優。社団法人日本喜劇人協会会長。本名、松崎正臣。福岡県福岡市河原町出身。愛称は親分さん、小松の親分、小松与太八左門。所属事務所は有限会社、ドンタック。プロデューサーハウスアウンと、スケジュール窓口で、業務提携。人兄弟の番目として、 串田神社の前及び金棒福岡工場の近くで育つ。ジップは地元の実業家で名士だったが、小松が13歳の時に病死し、以後家族は貧窮を極めた。この頃、小松は自宅前の焼け跡で行われていた露天商の工場をよく見分しており、桜がいるのを知っていたという。それらが自然と身につき、学生時代から現在に至るまでの小松の明るさや、 笑いのセンスは作られた。福岡県立福岡高等学校定時生課程普通科卒業。高校時代の小松は、陽気で努力家だったという。この頃は、老夫が懇意にしていた、菓子店、石村一万聖堂で働くなどして、生計を支える。RKB 毎日放送の劇団に所属後、1961年に俳優を目指し、一番年上の兄を頼って、 横浜へ出てくる。二つか三つの劇団を受験し、俳優座も受けたが、俳優座は入学金四千円など月謝が高かった、ことで諦める。その後花屋、飲食店、薬のセールスマン、横浜中央市場のマグロ店など様々なアルバイトを経験した後、コピー機会社勤務を経て、横浜トヨペットのセールスマンになる。セールスマン時代、雑誌の 小さな枠に乗っていた植木等の付き人募集の公募の広告を見て、これに応募して、約600人の応募者の中から選ばれ、1964年1月より、正式に植木等の付き人兼運転手となり、その後、元々役者志望だったことを知った植木や、クレイジーキャッツのメンバーの助けもあって、芸能界入りした。芸能界入りする前には、様々な営業職を転々としたが、 自動車セールスマンの職は他業種から引き抜かれて就職したものだった。自動車セールスマン時代の小松はセールストークに長けていたようで教習所と交渉し受講者に免許を5日で取得させる手はずまで整えて免許を持たない人にまで車を買わせるなどし自動車がまだ高値の花だった当時に月22台も売ったこともあった。そういった顧客とのセールストークや 会社内での上司との町長発信のやり取りにより小松は周囲から人気を獲得。周囲から押し上げられる形で小松はコメディアンを志す。セールスマン時代の体験は後に数々のギャグの礎となった。なお、セールスマン時代は初任給1万円の時代に月給12万円を稼いでいたが植木の付き人兼運転手時代の月給はわずか七千円だった上、 一週間の睡眠時間の合計が十時間しかないほど多忙なこともあったものの、全然辛くなかった、尊敬する一流の死のそばにいて、お世話ができる。それだけで幸せでしたという。植木からは、付き人として入門する際に、お父さんを早くに亡くされたそうだが、これからは僕を父と思えばいいと声をかけられたという。また、おい、俺のことを何と呼ぶいいか。 先生なんて呼んだら貼ったおすからなとも言われ、小松が前の一言も考慮して、親父さんという呼び方を提案したところ、それはいいなと目を細めたとも語っている。運転手として東京オリンピックの開会式に招かれた植木を国立競技場に送った際には植木の配慮で急遽小松の席も用意され、早々たる名士が居並ぶ中開会式を見ることができた。 コメディアンとしてのデビューは、月日時に出演した、シャボン玉ホリデー。この番組に出演したきっかけは、同番組に出演していた植木について行った際、休憩中にメンバーを呼び、スタッフと談笑していた際にふとしたことから、セールスマン時代のエピソードを披露したことによる。その時に、当時の課長の真似をして、見ろ。お前のせいで怒られちゃったじゃないか。もう、知らない、知らない。 知らなーい、もう、と岡かっぽく、体をくねくねさせながら言った芝居が、プロデューサーの目に留まり、翌日の収録時には台本に小松の出番が設けられていたという。また、付き人だった当時は、シャボン玉ホリデーに松崎誠がレギュラーで出演しており、植木が松崎と呼ぶと、本名が松崎の小松も一緒に返事をしてしまうケースが多々あったことから、 小さい方の松崎という意味で小松と呼ばれるようになり、やがてメンバーやスタッフの間で定着した。そのうちに前座や早くなどで出演が増えて視聴者にも顔を覚えられるようになり、植木より正式に小松正夫と芸名を命名されることになった。なお、この芸名を考えたのは、生命判断に凝っていたという植木の祖母であり、小松という名字に合うということで、下の名前を決めたという。 ただ、小松は当初、コメディアンなのに、こんな二枚目みたいな名前でいいのかと一瞬、当惑したという。なお、芸名の候補としては、植木と同じクレイジーキャッツのメンバーだった、犬塚博士が考えた、ドン・タコや、自身が、コントで演じた、外国帰りの怪しげな美容師の役名だった、ジェームス・ホンドなどがあり、小松もそれなりに気に入っていたが、植木に相談した際、 将来大河ドラマの主役を張るようになるかもしれないのに、そんな名前じゃ苦労するだろう。と却下になったという。クレイジーキャッツのリーダー花のはめからも大変可愛がられ、昭和42年にクレイジーが梅田コマ劇場での公演に出演した際、途中15部の休憩を嫌った花から5分繋いでくれ、と命じられたことがあった。しかし2日目までの出し物が全く客に受けず、 排水の陣で挑んだ3日目に生まれたのが、今日まで小松の18番となっている、淀川長春のモノマネである。この時は花や植木のみならず苦労を知っていた、舞台裏のスタッフも一緒になって喜び、翌日以降に、メガネやテレビフレームなど芸を盛り上げる小道具、大道具をわざわざ作って用意してくれたといい、それらを活用することで、さらに客からの受けが良くなったと10している。 月日兼運転手を約4年間務め上げた。一人立ちの際に、植木からかけられた言葉は、お前、明日からもう俺のところには来なくていいからなという、あまりに突然なものだった。この言葉に、小松は驚くとともに首なのかと一瞬遠枠したが、続けて植木は、実はな、社長と話して、お前を正式に、タレントとして一本立ちさせてやりたいってお願いしたんだ。そうしたら、社長も、 大賛成でな、お前のマネージャーも給料も全部決めてきたからとその真意を語った。そろそろデビューする頃かなどの前振りもなく、何年ぐらいで一人立ちできるかも知らず、覚悟すらできていなかった時期での発言であった。植木から言葉をかけられ、運転中に涙がボロボロとこぼれて運転ができなくなってしまい、一度の方に、 車を止めて音きしながら、それを植木に謝るありさまだったが、植木は、うん、別に急いでないけど、そろそろ行こうかと優しくなだめたという。この時のことを、小松は、目に、ワイパーが欲しいぐらいだったと後に10回している。その後は、学校の担任やキャバレーでのホステスの会話など、これまで接してきた人たちからヒントを得たギャグや、レギュラー番組のコーナーからヒットした、電線温度。 白ケトリオンド、タコフンボンド、淀川長春のモノマネなどで一躍人気コメディアンとなる。植木も認める観察眼の持ち主だったといい、それが数多くのギャグやモノマネ芸を生み出した原動力であったと評される。正式なコンビというわけではなかったが、伊藤史郎との息の合ったコンビ芸は、1970年代を代表するギャグの一つとして今なお語り継がれている。見ごろ。 食べ頃、笑い頃、いや、笑って、笑って。60分では、小松の親分散、悪ガキ一家の鬼、母ちゃんなど数々の名コントを演じた。また前述の身近な人にヒントを得たギャグの誕生には、伊藤も大きく貢献しており、楽屋で、小松が、今日、こんな奴を見かけてさ、と切り出すと伊藤が、どんな奴何言ってたのと、興味津々に前のめりになり、 スタッフとのやりとりなどでそのフレーズを小松に使わせると、その様子を見ていた伊藤が、これ使えるねと評価して、本採用、というケースが多々あったという。また、東八郎とも、植木の元から独立して、以降共演の機会があるごとに交友を深め、後年東が、東八郎劇団を立ち上げた際には、お前を副座長として迎えたいと直々に口説き落とされ、東が成居する当年まで、 下北沢、ホンダ劇場や、新宿駒劇場での公演にて、息の合った共演を見せ人気を博した。小松は、東のことを、植木等が、小松正夫の生みの親なら、育ての親は、東八郎と10回している。及び出ない、誕生秘話と植木との指定関係、編集植木等は、自身の代表的なギャグ、及び出ないについて、 多くのインタビューでは次のような趣旨の発言をしていた。小松が植木の付き人時代、シャボン玉ホリデーでのショートコントの最中に勘違いをして、出番前ではないのに、出番ですと植木に行ってしまい、植木がつい舞台に出てしまった。当然、周囲は植木の場違いな登場に唖然としたが、その瞬間に植木は起点を聞かせて、お呼びでない、こりゃまた失礼いたしました。とアドリブを放った。 そばで見ていたプロデューサーはこのアドリブに大笑いし、以後、お呼びでないは、毎回のように使われるギャグとなった。青島幸雄も引用していた、このエピソードについて、小松自身は、自分は、サラリーマン時代にあのギャグで大笑いしていた、あの聡明な植木等が、いくら私に言われたからといって、自分の出番を間違えるはずがありませんと語るなどして、否定している。の、お別れの会での長でも、 お呼びでないは小松がきっかけだと、親父さんはおっしゃっていたようですが、私は親父さんの出番を間違えるようなことは、していないと思うのですと述べている。そして、事実でなくても、自分のために作ってくれたエピソードであり、本当に感謝しているとも語っている。また植木の成長直後、TBS テレビで放送された、追悼特番では、月人時代から小松単独での番組出演オファーがあった。 時期のことを自分は当時まだ勉強中のみでありながら番組に出るなんてとんでもないと思っていたんです。しかしそれを植木さんに相談したらすごく喜んでいただいて結構なことじゃないか。行って来い。行って勉強してきなさいと笑顔で背中を押してもらいました。一人で番組に出ることを咎められたことはありませんでした。あの優しさは 今も忘れられませんねと解雇している。他にも、小松は、など、芸には厳しいが、その一方では立場に関係なく真摯に向き合い、なおかつ面倒見が良くて、優しく温かい植木の人柄ぶりを、インタビューや著書で語っている。なお植木の逝居当時、小松は、地方公演のため東京を留守にしており、臨終には間に合わず、出発直前に植木の自宅に挨拶に出向いて、 本人と会ったのが最後となった。それでも入院後の容態については、植木の夫人から逐一電話連絡を受けており、公演終了直後に急いで帰郷して、植木の元に駆けつけ、農館に際して、遺体の衣服を着替えさせるという弟子としての最後の仕事を務め上げた。その後もバラエティ番組や、テレビドラマ、舞台など多方面で活躍した。また、 1970年代後半から1990年代にかけてはパナソニックドラマシアターや月曜ドラマランドの常連キャストでもあった。時代劇では悪党の古文役などが多かったが、後に善人役を多く演じるようになった。伊藤は小松をこんなに引き出しのある人はいないんだからと評し、引き続き数多くのギャグの引き出しを保った。 1982年にスタートしたバラエティ番組、森田和義アワー笑っていいとも。においては、同居、福岡出身同士ということで親交のあったタモリと二人で、司会をというオファーが、プロデューサーの横沢氷からあったが、当時ゴルフに熱中していた小松は、ゴルフに行けなくなっちゃうとして断ったということがあった。地元の博多義園山笠には、その後もしばしば参加した。かつては、 出身の岡流に属していたが、岡流が途絶えた後は、知り合いの多い中須流に参加した。2011年6月20日には、社団法人日本喜劇人協会の第10代会長に選出された。2006年から2007年にかけて、自伝的小説、のぼせもんや剣を,を上司、2017年には同作を原案として、植木等とのぼせもんと題し、テレビドラマ化された。 2018年7月2日から10月6日まで、中日新聞、東京新聞夕刊、この道に連載されたコラムをもとに、2019年3月、桜社から表下門が刊行された。2019年4月5日に封切られた、映画マージャン放浪期2020では、伝説の男子、デメトクを演じたほか、スペシャル予告映像では、淀川長春に扮し、 往年の日曜洋画劇場解説モノマネを披露した。同年10月31日からは、自身の芸能人生の集大成として舞台、うつつ、小松正夫の大生前奏を、中目黒金ケロシアターで上演。大生前奏というタイトルになぞらえ、制作発表会見では小松を除く6名の役者は、模服姿で登場した。2020年12月7日午前6時51分。 肝細胞癌のため、東京都三鷹市の病院で死去。78歳没。小松自身はこれらの言葉をギャグとは言わず、流行り言葉と呼んでいる。小松によれば、ギャグというのは自分で考えて歳月を重ね練り上げてきたものとのことであり、小松の場合は周囲にその流行り言葉のモデルとなった人物がおり、あくまで拝借したに過ぎないからといい。 世に出しては次々打ち捨ててきた長い芸能生活の中でたった数年しか使っていないのに、それを今でも皆さんに覚えていただいていることがありがたいと語っている。またここに挙げたのはあくまで著名な一例で実際世に送り出したギャグは80本以上とも言われている。ありがとうございます。